ソロモンの鍵、ソロモンの鍵、ソロモンの鍵は作者不明のヨーロッパの古典的魔法書であり、ソロモン王に返せられる偽ソロモン文書というべき魔法書群の中でも代表的なジャンルの一つである。ソロモンの鍵は数多くの異本軍として存在しており、個々の版はゼコルベにソロモンの真の鍵、知識の鍵、秘密の秘密など様々な台が付けられている。 伝存する古写本は内容からいくつかの群に分類することができ、それぞれの群は内容そのものが全く異なる。それらの文書群から原テクストを導き出すのは困難である。内容は、高齢術のための魔法炎、七惑星のペンタクル、祈祷文、魔術道具の作成や清めといった準備作業、魔術作業の日時の選定、惑星時間など。 先世術的儀式魔術の実際についての雑多なビンランデル。起源は定かではないが遅くとも中世末の15世紀には成立し、17世紀から19世紀初頭にかけて広くルフした。特に18世紀のフランスでは教皇、ホノリウスの王義書と並び最も広く出回ったリモワールの一つであった。これとは別種の偽ソロモン文書であるレメゲトンは ソロモンの鍵と同様のクレビキアラサラモニスという副題が付けられており、その英語題ザリトルキーオブソロモン及び現代の通称ザレスサーキーオブソロモンから日本語でソロモンの小さな鍵とも呼ばれている。ソロモンの鍵、ソロモンの鍵ともはソロモン王に返せられる魔術書の一種である。14世紀から15世紀のイタリアルネサンスに起源を持つとされ、 ルネサンス魔術の一つの典型例を示す。あとのソロモン系、グリモワール群、中でもソロモンの小さな鍵、クレビキアラサラモニスという別名でも知られる17世紀のグリモワール、レメゲトンは本書に触発されて作られたものと思えれるが、それらの書物には多くの相違点がある。このテクストは中世末期かイタリアルネサンスに遡る。 ソロモン王に返せられるこの手の多くのグリムワールがこの時期に書かれたが、それらは筆教、前代、中世世紀のユダヤ教カバラとアラビア錬金術の書物の影響を受けており、さらに遡れば古代後期のギリシャイコール、ローマ魔術にたどり着く。ソロモンの鍵にはいくつかの番が存在している。様々な翻訳があり、些細な異動もあれば顕著な相違もある。 原本は14.15世紀のラテン語版か、イタリア語版である公算が大きい。現存する写本のほとんどは16世紀末か17.18世紀のものであるが、本書と密接に関連した15世紀のものと推定されるギリシア語の古い趣向、ハーリーアン写本5596も存在する。このギリシア語写本はソロモンの魔術論と称されており、 アルマン・ドラットのアニクドったシーニアンズはリーチ 1927pp397 から445上にて公表された。その内容はソロモンの鍵とよく似ており、実際のところイタリア語版やラテン語版の元になった原点である可能性がある。ボドリアン図書館の写本276は重要なイタリア語写本である。 1600年頃印刷された古いラテン語版も残存しているウィスコンシンイコールマディソン大学記念図書館特殊文書コレクション。それ以降の17世紀のラテン語写本は数多い。ハーリー・アンゴ1596以外で現存する最古の写本の一つはギリシア人プトレマヨスによって明らかにされたソロモンの章と題された英訳版で1572年のものである。 数多くのフランス語写本があるが、1641年に遡る一点、P1641、エド、リューマ、1980を除き、すべて18世紀以降のものである。ヘブライ語版が2点残存している。一つは、大英図書館に保管されている、洋皮紙文書であり、大英図書館、オリエンタルコレクションの写本6360と14759。 に分かれている。大英図書館の写本は、最初の編者グリーンナップ、1912年によって16世紀のものとされたが、現在では、もっと新しく17世紀か18世紀のものと考えられている。もう一つのヘブライ語版は、サミュエル・エイチ・ゴランツの蔵書の中から発見されたものである。その息子のハーマン・ゴランツはこれを1903年に出版し、 1914年には、ファクシミリ版も出版している。ゴランツの写本は、アムステルダムにて、セファルディ系の筆記体で写されたもので、大英図書館のテキストより反読しがたい。ヘブライ語版は、ソロモンの鍵の原点とは考えられていない。むしろラテン語かイタリア語の、ソロモンの鍵の広大のユダヤ的解釈である。どちらかといえば、大英図書館の趣向の方が、 ヘブライ語訳の原本であり、ゴランツの方は、ダイエット書館の趣向の写しであるらしい。SL ・マグレガー・マサースによって1889年に、ダイエット書館所像の複数のラテン語写本の一つの、編集版が出版された。1914年には、LW ・デ・ローレンスによって、ソロモンの、大いなる鍵、He Greater Key of Solo モンが出版された。 これはあからさまにマサースの版に基づいている、つまりマサース版の海賊版であるが、自分の通信販売事業を宣伝しようとして、変更を加えていい。例えば、茶さじ1杯の半分の神殿光を燃やした後と,といったような指示に合わせて、港の注文情報を掲載。19世紀末から20世紀初頭にかけて、マグレガー・マサースが関与した、異なる2つのソロモン系魔術書が英語圏で、 出版された。ソロモンの大いなる鍵と、ソロモンの小さき鍵という二冊の術書である。このうち、ソロモンの大きな鍵の特徴は、書の内容よりも、付録的な記載の豊富な五譜などの図版である。ソロモンの小さな鍵については、こちらの方が有名である。ゲーティアもしくは、レメゲトンとも呼ばれる。その内容はソロモン七十二柱の解説と主役の、 仕方が記されている。知名度から、ソロモンの小さな鍵の方が、ソロモンの鍵だと認識されること多いが本来は、ソロモンの大きな鍵の方を指す。前者は1889年に、マサースによって出版された、ソロモン王の鍵、ザキー・オブ・ソロモン・ザ・キングである。これは、マサースが、大英博物館、現、大英図書館所蔵の複数の趣向本をもとに、 再編た英訳版のソロモンの鍵である。初版はほとんど注目されなかったが、その後、マサースタイクローリーの法廷闘争が世間の沈黙を騒がせたことも相まって、1909年の審判は多少注目を集めた。その後、シカゴでオカルト本の出版やオカルト用品の通信販売を手掛ける LW ローレンスによって、ソロモンの大きな鍵、 ティーグレイター・キー・オブ・ソロモンという題で海賊版が出版された。後者は1904年にアレイスター・クローリーによって出版されたソロモン王のゴエティアの書、ザ・ブック・オブ・ゴエティア・オブ・ソロモン・ザ・キングである。これはレメゲトンの第一部、ゴエティアに魔術に関する除雪、召喚文の絵の具語バージョン、アウゴエデス感情などを加えたものである。収録されたゴエティアはマサスが 大英博物館所蔵のレメゲトンの英語写本から写したもので黄金の夜明け団内で対応されていた。クローリーはヘブライ語、ラテン語、フランス語、英語の写本を比較対象して構成された英訳としているが誤りである。これも後に LW でローレンスによりソロモンの小さな鍵セレザーキーオブソロモンとして海賊版が出版された。 以上二点の魔術書及びその原点であるソロモンの鍵とデメゲトンもしくは第一部のゴエティアは今日それぞれソロモンの大きな鍵、ソロモンの小さな鍵という通称で呼ばれている。今日ソロモンの大きな鍵という名で知られる書物はマグレガー・メーザースによって大英博物館にあったソロモンの名を関する七種類の談笑をもとに内容を 再構成したグリモワールである。元になったグリモワールも十五世紀前後のものと見られており、オリジナルはすでに失われている。よって、オリジナルのグリモワールが、ソロモン本人の著作かどうかも定かではない。その内容は、魔術用具の作り方や儀式を行うための約束時に、始まり、精霊の召喚の仕方までに至る。魔術書としての典型。 まさに理想的な内容であると言える。しかし、最も特徴的な内容は豊富な図版と付録の大量なペンタクル、魔術用のゴ符である。ソロモンの小さな鍵は四種、または五種の魔法書を合本したグリモアール、レメゲトンもしくはその第一部、ゴエティアの故障である。20世紀初頭にアレースタークローリーンによって交換されたが、これは、 レメゲトンのうち、ゴエティアのみ収録している。この、ソロモン号のゴエティアの書のもとになったのは、マグレガー・マサースが、大英博物館所蔵のレメゲトンの後本から、作成した鹿版で、魔術シカフランシス・エックス・キングによれば、アラン・ベネットからクローリーに譲られたものであるという。英訳とされているが、定本に使用された古写本も、英語で書かれている。レメゲトンは、 悪霊の働きによる号である、ゴエティアと前天使の働きによる号である、テウルニアに関する魔術書を集めたもので、現在、大英図書館に17世紀から18世紀のいくつかの英語の広本が保管されている。第一部の、ゴエティアは、ヨーハンバイヤーの悪魔の儀王国及びレジュナルド・スコットによるその英との関連性が指摘されている。クローリーの ソロモン王のゴエティアの書の原稿版、ゴエティア・ソロモン王の小鍵の編者ハイメニエア・スベータの序文によれば、ドイツ語圏でレメゲトンと呼ばれた先週は、第一部にゴエティアではなく、ソロモンの鍵を収録していたという。そのためドイツの学者たちは、ゴエティアについてほとんど言及しいない。第二部、デウルギア・ゴエティアの術は、トリデミウスのステガノグラフィアからの影響が指摘されている。 第3部以降のタイトル、パウロの術、アルマデルの術、アルスのトアはいずれも、アグリッパの学問の虚しさと、不確かさについての中でテウルギアに属する術名として、列挙されている。アルマデルとアルスのトリアは、レメゲトンとは別個の古倉のソロモン系魔術書としても、存在している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。